切符なくした。確かもう一回払わされるよな。すいません。はい、どうされました？切符なくしちゃいました。あー、どこからですか？名古屋からです。ですと本当はここまでの分1340円払ってもらうんですが。はい。ん？お客様は特別にこのまま出てってもらっていいですよ。え、ありがとうございます。内緒ですよ。はい。今日の駅員ラッキー。お客様はどうされました？切符をなくしてしまいまして。どっから来たんですか？岡崎です。ですと590円ですね。え？いや、なくした場合ここまでの切符もう一回買ってもらいますので。いや、でもさっき今日はこのままでいいですよって通してましたよね。よ、通してないですよ。いや、さっきの女の子通してたじゃないですか。お客様、どうしてほしいんですか？僕もこのまま通してほしいんです。甘ったれてんじゃねえぞ。え？社会人にもなって切符なくしてただで通せだと舐めてんのか？女の子と対応違いすぎるでしょ。もっと自分に責任持てよ。それでも社会人か。会社の上司により怒られてるよ。誰かがこうだから俺もこうって脱生き方すんな。もっと胸張って生きろ。はい、じゃあ岡崎からの分です。いらねえよ。え？そのお金で自分磨け。かっけえ人だった。いらねえよ。いらん。いらねえよ。いらねえよ。 Down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back. ありがとうございます。え？え？ありがとうございます。え？ありがとうございます。